違いで。あ、はい。どちらのお色がよろしいですか？これと2種類。下さん。あ、はい。おぉー。あ、ないです。あ、じゃあこれ何？すいませんね、奥から詰めてお願いします。実行委員会副実行委員長大町市役所産業観光部長小林俊文よりご挨拶申し上げます。皆さんおはようございます。たくさんの方々からお集まりいただきまして、潮の満ち祭り今回が37回目になります。37年続いたというのは皆様の温かいご支援それからご協力をいただいて続けてこられたものと感謝申し上げます。ただいま紹介いただきました、大町警察署長の清水と申します。本日は町奉行ということで悪代官ではありませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。大官とレジュース先、こんにちは。これから長い間旅に出られるんですけども、どうでしょうか。これから気持ちは。あ、頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、どうでしょうか。楽しんでいきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。この中ではどういう設定なんですか。なんか姫の名前とかあるんですか。姫の事情役。事情役、大官様の。あ、そうです。なるほどなるほど。それは親子なんですね。親子旅というような感じでしょうかね。はい、じゃあ行ってらっしゃい。参ります。参ります。行ってらっしゃい。飴屋さんなんですか。飴屋です。あ、そう、はい、やっぱり塩飴なんですかね。もしかして塩飴です。ありがとうございます。期待したんですけどね。期待通りです。塩飴ですよ。ありがとうございます。お願いします。手下なんかもうツルツルになってて、出ましたね。けどそうなんですよ、結局何もできなくてあれだったんですよね。みんな勝ちでくるんですよ。あと漬物がありますので、ね、あ、ごめんなさい、これで終わります。本当に。
お漬物美味しいよ。うん。いいじゃない。いいっすね。ねえ。ねえ。美味しい。本当ね。これ美味しかったよ。美味しい。うん。お疲れさんですの。あ、もう上にはいや、まだいらっしゃる。まだいるいる。あ、そうですか。ね、まだすまない、トイレ待ってた人たちがずっと、あ、そうかそうか。まだ50人ぐらいは来るんじゃないか。あのコスプレの人たちは。あ、その人たちもいる。まだいる。あ、本当に。あ、トイレ待ってるんだ。そうそうそう。あ、そういうことか。うん、だからずっとまだまだ来る。ちょっとそこら辺でってわけにいかないからね。そうそう、うん、50人か、まあ、30人か分かんないけど。あ、そうですか。はい、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。どうです。いつものあるんですね。じゃあもう一回風船流れたらいい。はい、お願いします。旅の田楽師と言いますか。旅の田楽師。おお、いや、そういうこういう形なんですね。いや、特に何かの形ってことはないんですけどね。ただ太鼓、昨日もあと2人いて、はい、太鼓を叩く人がいて、で太鼓叩きながらお囃子やったりしてたんですけど。もう一人いたっていうのは、私の彼女ですけど、あ、今日はもう足が痛くてリタイアしちゃった。あ、そうなんですか。さらにもう一人いて。はいはい。あ、じゃあお仲間がで。そうなんですよ。来られてるってことなんですかね。で昨日は太鼓叩いて、はい、お囃子吹いて。はいはいはい。あ、この太鼓？そう、この太鼓です。あ、背中で叩くの？いや、置いてましたけどね。結構いい音するんですよ。はい、一応。おお、いいですね。あ、いい。もういい、もういい。キレがいいです。もういいよ。で、笛吹きながらみたいな。そうそうそう。そんな感じなんですね。なかなか。
今日はあの登山というかあのハイキングコースみたいなもんですけども、ええ、どうですか参加されて。いや毎年というかやっぱりあの何回か普通の格好で来ると、はい、こういう格好で出たくなりますよね。やっぱり皆さん見てると、はいはい、うん、そうするとやっぱりこういう格好してるといろんな人が声かけてくれて、はい、そこからいろんな話題がこうつながってって面白いところがありますよね、はいはいはい、なるほど。じゃあ今年初めて来るわけじゃないですか。そうですね、4回目ぐらいですけど。4回目。おーコースも大体分かってる、ね、そうですそうですどこで笛吹こうかと考えながらはい、ね、本当はあの諏訪神社ですか、はい、あの辺が良かったんですけど、はい、今日オカリナのコンサートやってたんで、あ、そうなんですか。ね、いやいや、そこは通り過ぎて、いやいやいや、今日でもなかなか、ね、今日はあの行列大観様の通る、ちょうどそうですね、いい感じでしたね、ありがとうございます。じゃあちょっと疲れた感じですかね。そうでもない。いや、そうでもないですよ。まだ3日目ですから。あ、そうですか。まだまだ続きますね。はい、まだまだ大丈夫です。はい、あ、どちら来られたんですか。神奈川県の相模原市ですね。はい、おお、いいとこですね。都会ですね。都会ではうちのところはそうでもないんです。あ、そうです。いろいろ家の前を猿や鹿が通るようなところですから。あ、そうですか。相模原も広いからね。広いですから、もう山の丹沢の一番頂上まで相模原ですから。なるほどなるほど。はい、まあ、こういう長野と比べてどうでしょうかね。やっぱり涼しくて、私暑いとこあんまり好きじゃないんで、はいはい、いいですよね。なるほど。いつか住んでみたいなと思いますけど遅くなりましたけど、長野インターネット局と申しますけども、はい、先ほど自己紹介お願いします。志村香と言います。はい、優しい名前なんですねはいありがとうございました。ありがとうございます。また頑張ってください。はい、ありがとうございます。また来年も、はい、毎年もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんお揃いになりましたので、もう一度本日旅姿で歩いていただいた皆さんのご紹介をいたします。バチ奉行大町警察署長清水博光様、友侍小倉正明様、次女は大町レディースより鈴木春奈様、もう一方、大町レディースより古畑まどか様、僧侶は大月真嗣様、旅ガラスは笠木博夫様、もう一方、旅ガラスは松井龍斗様、雨や松井輝隆様、飛脚赤堀博信様、山伏西澤光雄様。